駐車場というのがね、入り組んだところになっているかと思うんですけれどもね、表通りからちょっと奥まったところというか、入り込んだところが、バスの駐車場となっているんですね。でこの高山の市内というと、ご覧のように5番の目という感じでね、本当にこう京都のような感じのところなんですけれども、その中でもメインストリートとなるのが、国道158号と書いてある縦の通りなんですよね。安川通りって書いてあると思いますけれども、お分かりになられますか？縦の通りでね、安川通りって書いてあるところがあると思いますが、そこがまあ一応メインストリート、はい、高山市内のまあ一番商店街の賑やかなところと、思っていただいたら結構でございます。その安川通りからちょっとこう入ったところが駐車場ということになるんですけれども、ここでバスを降りていただいた後、この安川通りっていうところに出ていただいて、地図でいうとこう下の方に歩いていただくんですよね。はい、そうすると、上市の町から上二の町、三の町ということで、横の通りがあると思いますけれども、その中でも、上三の町という通りですね。でこれちょっとこう黄色い蛍光ペンで、線を引いてあるところですけれども、そこがまあ一番、ね、古い町並みが残っているところということで、まあ、初めて高山に来られた方は、この上三の町の通りを歩いていただくとまず間違いないかなというような感じでございますね。で、この上三の町をずっと歩いていただくと、ちょうど地図の右側、もう右端っこの方になりますけれどもね、中橋というのがあると思います。はい、これ赤い橋なんですけれどもね、これを渡っていただいた向こう側に、高山の陣屋というところがございますね。でこの陣屋というところは、まあ、この高山というところはね、まあ、江戸時代、それも元禄以降ということになりますけれども、幕府の直轄地となったところなんですよね。まあ、簡単に言うと、高山市内にお役所が置かれてね、江戸幕府が直接こう管理をしたというところになりますけれども、はい、そのお役所っていうのが、まあ、代官所でございますけれどもね、それが今の高山陣屋と呼ばれているところでございますね。これ江戸時代のね、お役所の跡と思っていただいたら結構なんですけれども、今はねそれがこう